よいた橋は、新潟県長岡市の品野川に架かる国道403号の、橋町885.6メートルのトラス橋。右岸側の長岡市並木神殿と、左岸側の同市よいた町よいたとの間に架かる、橋町885.6メートル、福六6.0メートルを有する八連下路極限、ワーレントラス橋及び桁橋。車線は片側一車線の計二車線で、 上流側に自転車歩行者道橋を併設する。八連のトラスの景観は60メートルである。また取り付け部の橋梁として、右岸側には猿橋側に架かる並木橋が、左岸側には黒川に架かる本与板橋がそれぞれ架橋されている。絵はがき、明治43年に1月与板橋竣工記念、古くから南蒲原軍と三島軍の間は、頻繁に物資の輸送や、 人馬の往来が行われており、長大な流域を誇る品の川に橋を架けることは、住民にとっての悲願であった。そして1910年2月、初代橋梁が架橋された。しかし目標であったため、翌1911年8月の水害で流出するなど、度重なる自然災害による被害が後を絶たず、火災が発生したこともあった。1950年代初頭は、 自動車の通行量は少なかったが、当時を知る者は、渡るたびに、橋が、ミシミシと音を立てたと証言している。また、当期間は、降雪の影響により、通行止めとなり、都線を利用せざるを得ない状況であった。当時のいた橋はまだ国道には指定されておらず、当時の中野島村といた町とを連絡する、県道いた大口線の区間となっていた。 南神原郡中之島村と三島郡余板町は1957年2月25日に余板橋永久強化促進規制同盟会を発足させ、新潟県や当時の建設省に対し陳情を行った結果、翌1958年、県は余板橋の掛け替えに着工した。設計に関しては、 自動車交通に対応するため、6メートルの福音が確保されることになった。しかし施行中の1964年6月16日に発生した新潟地震で、良い田橋は、橋梁本体が湾曲するなど甚大な被害を受けたため全面通行止めとなり、その後撤去された。現橋梁は1965年4月24日に開通。掃除業費は、 当時の額面で4億9800万円であった。ありがとうございます。